はい、皆さんこんにちは、フラワーミストシンコです、今日は今ここは東京ドームのバックヤードにいます。隣にストムちゃんもいます。変なゲームやめて。なんでバレたんや。ゲームばっかりやってるんですよ、さっきから。でデモが今2人デモが終わったんです。でデモが終わった後にちょ暇なんだよね。そうなんですよ、もう2時間以上暇してるんですよ。超暇なんですよ、時間。なの でデモの中でワークショップをやったんですけど、そのワークショップの画材が1個ずつ余ったんです。だからストムちゃんが合わせてきたワークショップの画材を僕が花束にして、僕のワークショップの方でストムちゃんが半玉にするということで、今日は行ってみたいと思います。じゃあストムちゃんどうぞ。はい、これです。はい、この方です。はい、これもこれも、はい、これもね、これもほら可愛いでしょ。マジめちゃめちゃ夢みたいに可愛いでしょ。わけわかんないし、何このめちゃめちゃ。僕は昔から可愛いって言われてるんですけど、初めは遊びのつもりだったんですけど、なんだか最近ハマってきちゃって、僕なんか最近妄想化してきちゃったんです。今ではなくてはならない存在です。何がだよ。え？映ってますよ、多分。そんな即席でやるとはね、やっぱ思わないじゃないですか。だってね、暇なんです。いや、本当暇なんですよ。超暇なんです。こんな暇なの、今すごい忙しいんです、僕。なのに今日はすごく暇です。僕もいろんな意味で忙しいです。できた？バカでしょ。今やってんでしょ。バカもう、バカーン。チューリップ。このチューリップかわいいね。チューリップ。このチューリップかわいいね。チューリップ。そのチューリップかわいい。そのくだり何回やらせる。ダダンダン。さっき教えたでしょ。あのリグタムナスです。さあ、ちょっと北海道ガーデンの担当者みたいに撮りました。はい、はい、そうなっております。今日ですね、北海さんからちょっと飲み会にこの後打ち上げを、はい、8時から水道橋でやろうみたいな話で、ね、映画です、はい、今日は2人とも撤収したらすぐ帰らなきゃいけないんですか、はい、いや、そうでしたら、はい、すいません申し訳ないです、ありがとうございます。申し訳ないです。でも北海道からですね。あ、そうです、はい、北海道から来てるんです。あ、そうです、北海道から来てます、こっちやっぱ暖かいですか。すみません、すみません、わざわざありがとうございます、すみません。よろしくお願いします。今名刺を写そうかと思ったけど、住所載ってた。さてと、ビッグマグナム。違う。今のグッカル。あ、ペダムしちゃった。まさかね、こんなことが起きるとは。じゃあ今言ってくれればいい。今
今のとすごい暇な、暇なの。本当ですよね。全然行きますよ、今なら。8時じゃ忙しくなっちゃった、アトちゃんの。うん、ですよ、もう。アコちゃん。アコちゃん。どうしてあなたはアコちゃん。誰アコちゃん。いやー、このドームのね、バックヤードでフラワー TV を撮影するとかね、ありえないですね。なんかオツですね。もうある意味僕はみんな入れないところですよ。そうですよ。ここに松井秀喜が書いてあるし書いてねえしすげえハッタリもいいとこだしね、即席なんでね、しょうがないですよ。何ちゃうちゃう。琉球グラス。できました。はい、オッケーです。はい、オッケーちゃんです。じゃあ作品見てみましょう。なかなか綺麗ですね。なんか俺たちさっきのデモよりいいんじゃないか。てか俺まだやってねえけど。いや俺さっきの自分のデモね、自分の作品見てないんですよね。ういういうい。